受験生版タイガーファンディングで大井さんがね共通テストを受けて遅刻して受けられなかった、何があったのかは、まあ、この機会なので話そうと思います。で65万円は大井さんを受け取っておりませんので、さて始めました、アムツチャンネルです。さあ、今、緊急で動画撮ってるんですけども、受験生版タイガーファンディングのね、まあ初期、もう初期、本当に、最初の時で、レギュラー放送前の段階、その時にお金獲得した大井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、65万円だったかな？なんですが、その大井さんがね、まあ YouTube やってたのは知ってたんですけど、はい、共通テストを受けて、遅刻して受けられなかったっていうね、てか、まあ、受けたのが、しかも国語と英語しか受けてないんでしょ？なんで、もうそこのね、その話をしようかなと思います。まあ、ずっとね、触れずに実は来てたんで、これ話せば長いんですよ、実は大井さんの話っていうのもあったし、まあ、あまり公にはしない方がいいかなって言ってやってこなかったんですが、何があったのかは、まあ、この機会なので話そうと思います。はい。で、大井さんは受験はしてました。はい。受験勉強してて、で、三浪でやってるっていうのも知ってたし、YouTube チャンネルを始めたのも、まあ、知ってはいたんですけど、まあ、まさかね、遅刻するとは思ってなかったわ。まあ、千葉大目指してるっていうのはね、データサイエンスやりたいって言ってましたね、確かね。で、SFC か千葉大でって言ってて、で、千葉大のために、まあ、共通テストを受けて、もう社会科遅刻して受けられなかったっていうね。で、国語も遅刻して入ったって言ってたよね。で、その時の点が80点って言ってましたね。200点満点中です。はい。で、古文と漢文はやってなかったって言ってたんですけど、あらららら、っていう感じで。で、さらに英語リーディング受けて、63点だったと。まあ、これは過去問とかやってて、その中で一番悪かったって言ってましたけど、はい。そして、で、結局のところは、次の日の理科も、遅刻して受けられなかったということで、2教科しか受けてない。千葉大はリスニングないのかな、じゃあ、と思いましたけど、いやいやいや、共通テストで2教科しか受けてない。で、最後に受験諦めるみたいなね、話はしてたんですけど、まあ本当に諦めるかどうかわかんないですが、といった形だそうです。はい、じゃあ、何があったのか。話しますか。2年くらい空いてんのか。もう。まあ、まず、受験生版タイガーファンディングの、まあ、ベータ版というか、最初のお試し版っていうのは、一人一人が出てくるんじゃなくて、3人が出てきて、で、3人の中で1人だけお金を獲得するっていう、そういう企画でした。と、奥田さん、大井さん、斉藤さんか。この3人が出てて、まあ、一応全員がオールだけど、1人を選ばなきゃいけないみたいなになったんですよね。それね、東大目指してる奥田さんと、奥田さんどうなったのかね。で、大井さんが、まあ、千葉大で、麻雀だよね。データサイエンス勉強して麻雀を広めるんだみたいな話だったと思います。で、斉藤さんが、長崎でしたっけ、どこでしたっけ、どっかの医学部ですよね。目指してて、で、結果は斉藤さんが勝つんですけど、細井さんとか、あと小橋さんとか票を入れてたよね、確かね。それで、斉藤さん勝ったんですけど、結局揉めちゃうんだよね。まあ、長崎って言ってたけど、そもそも、なんか、志望校を医科歯科に変えたし、それで亡くなっちゃうんですよね。斉藤さんがお金もらわないってことになって、で、その後で、じゃあ、繰り上げするしかないよねっていうことになって、まあ、二人ともオールな状態でしたからね。で、じゃあ次はっていうので、まあ、奥田さんに行ったんですけど、話が。で、奥田さんは、大井さんのね、会を見て、大井さんこんなに恵まれない、ね、お金がない状況でね、いるっていうことで、あ、じゃあ、大井さんにお金をあげてください。奥田さんが言ったんで、で、大井さんに行ったんですよね、お金。で、だから僕がそのお金、僕の分が10万円だったと思うんで、その10万円を渡す動画っていうのが出てたんですけど、で、10万円渡して、で、これから受験だってなったんですけど、まあ、普通に考えたらですね、坂上とかと同じようにね、こう、大井さんを追ってくストーリーが始まるはずだったんですよ。そういう形で行く予定だったんですが、大井さんがですね、辞退したんですよ、その後。で、ここからは動画にしてないですね。多分一切してないし、一切話してもいないんで、もうこれ以上、なんか辞退者出たら複雑だし、もうめんどくさすぎるって思ってなったんです。まあ当初はね、受験生版タイガーファンディングのレギュラーのやつも始まる前でしたから、もう 何が何だかこっちもわかんないし、って状況だったんですけど、で、まあ理由は、アンチコメントが嫌だからっていう理由でした。アンチのコメント、なんかやっぱ心に傷つくようなコメントが書かれるから、だからできない。っていうことでした。で、ああ、じゃあ分かりましたと。まあ、そりゃ、うん、そんな凹んじゃうんだったら、まあ、それは、まあ、無理にやることもないなって思って、10万円を返してもらったんです。松原さん経由で確か返してもらったと思います。
ますけど、返してもらって、その何ヶ月後、12月ぐらいに始めてたよね。そもそも収録したのが1月末か2月の頭で、2021年ですね。それで獲得みたいな感じで流したのが3月4月ぐらいでしたね。で12月に始めるんだよ確か、大井さんが。だから8ヶ月ぐらいあって、あのアンチコメントが嫌だからね、ネット上には出ない YouTube 嫌だって言ってたのに YouTube 始めるんかいってすごい突っ込みたかったけどまあ別に、まあ自由だし、はい、まあまあまあ見守ろうかなとは思いました。もちろんね、あのお金もらってなくてこうこうこうですみたいなのがあったら、まあ言わなきゃいけない時は来るかもしれないなとは思ってたんですけど、全然言わずにいたんですよ。それでだから今回そのおいさんがまあね、受験してて受けなかったっていうのが、まあネット上ツイッターでめっちゃバズったので、それで、ああ、あの時の人じゃん、あの時の人じゃんみたいになってて、65万もらってたのに何やってんじゃってなっちゃわないかなと思ったんですが、65万円はおじさんは受け取っておりませんので、僕が渡した10万円は返ってきてるし、その他の人はお金を渡す前に辞退してますんで、おじさんはね。なんで今回こういう形になりました。もうすごいよね、びっくりいやまさかですよ、そんな風に、ね、あのちょこちょこ見てたんですよ動画は、ね、まあ、まあ全然受験に関係ないこととかもね出してて、あとそう治験のバイト出しててさ、1月ぐらいだったっけ、その治験のバイトの動画出てて、で伝説の男レントと話したのが、まああれが2月末か3月だったっけ、そのレントと会った時にこういう受験企画やらないかって話した時に、治験のバイトがあるって言ってさ、実はレントがその治験のバイトがあるって言った時に、僕は大井さんのことをね思ったんだよね。2人ともかいってねちょっと思ったので、あとは実はジャッジメント企画ありますよね、あのたわしさんが出てて、2人目実は僕が声かけようとしてた人が2人いるんですけど、そのうちの1人が大井さんだったんですね実はね。ただまあジャッジメント編集がすごく遅くなっちゃって、もう受験シーズン突入しちゃったんで、ああだから大井さんはないだろうなっていう感じだったんですね実は。もう受験入っちゃうから出てもしょうがないって思って声はかけなかったんですよ。で別の人に声はかけてあるんですけど実は。それでまあ、今回ダメだったらまあジャッジメントでとちょっと思ったけど、でももう受験やらないって言ってたからね、そうなのかちょっと思っちゃいましたけどね、はい、という感じでした実は。はい、まあ初めて話しましたけど、そうです、実際は、はい、こんなことがありました。まあね、細井さんにねむちゃくちゃに泣かされてねってやったのに、僕のことを怖いと思ってたっていうね、そういう話とかもあったりしたんですけども、どうでした、これで、また一人ですね、はい、受験がどうだったのかっていうのを結果報告をまさかこんな形ですることになると思っておりませんでしたが、なりました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい。